ハウクスボークとは、現在その制作者が知られているものとしては、数少ない、中世北欧の写本の一つである。AM37142、AM54442、AM67542 AM の三つの写本からなる。制作者は、ハウクル・エルレンズソンであると考えられている。これは、写本の出生可能な限り遡って突き止められた、ものであり。 この著者にちなんで、ハウクスボークと呼ばれている。この写本は一部は彼自身によって、一部は助手によって書かれたものであると考えられている。ハウクスボークは、時に、それが唯一の現存している版でもある、多くのコアイスランド語テキストを含んでいる。それは例えば、植民の書であり、儀形帝のサガであり、赤毛のエイリークのサガであり、ヘルボルトヘイズレク王のサガであり、そして、 巫女の予言である。また、ハウクスボークには、アルゴリスムスと呼ばれている、数学に関するページからなる節が含まれている。これは、スカンディナビア語で書かれた、数学に関する最古のテキストである。おそらく、より古い時期の本に含まれていた数ページの、ラテン語から、北欧語へ翻訳されたものであるだろう。そうした本とは、例えば1200年に、 アレクサンドル・ドゥ・ビルデュにより書かれたカーメンでアルグリスモであり、1202年のフィボナッチによる三日の書であり、1230年のサクロボスコによるアルグリスマス・ブルガリスである。ありがとうございます。